皆さんこんにちは、わたなずキラキラキッチンの時間です。今日の食材は大根です。大根を使って肉巻き厚切り大根ステーキ紹介します。あなたの食卓をキラキラ輝かせる、わたなずキラキラキッチン。本日は肉巻き厚切り大根ステーキ。まずは大根の皮を剥いたらダイナミックに厚くカット。十字に隠し包丁を入れることで火が通りやすくなって味が染み込みやすくなるんです。カットしたら調味料と一緒に煮ていきます。砂糖が美味しくなる秘訣なんです。お砂糖を入れることで中までしっかりと味が染み込みやすくなるのと、アクやえぐみを消して食べやすくなっています。大根が柔らかくなったら醤油や酒を加えてひと煮立ち。味がしっかり染み込んだホックホク大根に、そこに豚バラ肉をしっかりと巻きつけたら小麦粉をまぶし、全面に焼き色がつくように焼いていきます。こんがりと美味しそう。ソースはおろし玉ねぎや醤油などでコクを出し、さらにすりおろした大根も加えて全体をよく絡めながら煮ていきます。大根の美味しさをより感じられるようにすりおろした大根をソースの中に加えています。あとはお皿に盛り付けて、アーモンドスライスや小ネギ、大葉を散らしたら、肉巻き厚切り大根ステーキの出来上がり。とろっと柔らかな大根にジューシーな豚バラ肉を巻いた大根ステーキです。玉ねぎの酸味や甘みのあるソースの中にアーモンドのカリカリ、小ネギや大葉の清涼感がアクセントになっています。卵黄を絡ませてとろー